お刺身もいなせ。肉を食べた方が美味しいんじゃないかなって。なんて言ってるんだっけ。ダックポール。ダックポール。使いやすそうですか。使いやすそうだね。カウンターのね。うん、どうですか、みっちゃん。いいね。ちょっとコートを、俺の服だけになってね。もう酔っ払うよ。オブザーバー。オブザーバーってね。とりあえず乾杯だけしとく？どうする？ちょっと一杯飲みますか。ここか？ここか？じゃあコカレロで。マジ？びっくりした。やりますか。やりますか。行きましょう。行きましょう。キャンディーは、どうしよう。じゃあ、食べましょう。はい、それでは皆さん、キャンプイ！キャンプイ！はい。みっちゃん酔っ払っちゃうんじゃないですか、これいっぱい飲んでると。いや、酔っ払ったらやばいよ。まあ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 ちっちゃいんだね。びっくりした。びっくりした。頭しか守れないだって。前菜からいきますか。ボールボール。じゃあちょっとコカレロ いきますか。いきますか。一発。そしたらスタートしよう。コカレロ飯出動します。行きましょう。恒例ですねこれ。スタートダッシュやんなきゃ。すごい。確かに逆じゃね。逆じゃね。逆じゃね。それじゃあちょっとグビッと。グビッと罰ゲームで。ご褒美になっちゃった。ご褒美になっちゃった。やだよね。あ、どうぞ。よし。はい。じゃあ。お疲れ様です。
モルクする？モルクぐらいに時間があるとモルクしようか。ちゃんといける。本当に？じゃあモルク行こう。酔っ払ってんの？みっちゃん酔っ払ってるやん。全然じゃん。残ってる残ってる。まあ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 。ここだ。それ測れてる。お願いします。おー、すげーな。あー、バツイチきた。出た。おー、裏切りや。帰ってきたよ。お、刺身から出しといて、その間にもろもろを作っていきます。はい、お願いします。コリコリですね。コリコリで、うん、気をつけてください。どういうこと？何やってるんですか、そんなコソ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 。いや、2個しかなかったから。食べやすいように喧嘩になっちゃう。これは綺麗ですね、なんか。関西って結構あれですよね、塩分は高い。あ、塩分高い。あ、そうなんだ。へぇ、昔の薄口屋だから関西だもんね。はぁ、なんか秋になるんですね。こうやってね、日差しが泣いて、真夏のピークは去ったね。うん、ちょっと乾杯します。そうだね、うん、じゃあみっちゃん今日もお願いします。お願いします。まあ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 、まあまあ、たまらん。カギですね、これは。カワハギいいね、美味しいよね。一番好きです、僕。カワハギ？うん。もう冬が楽しみでしょうがないですね。確かに。地方巻きね。冬一人一匹カワハギ食いたいですね。カワハギの鍋食ったことある？ないです、ないです。鍋？鍋？何それ？カワハギの鍋めちゃくちゃうまいよ。じゃあ、それでやりましょう。はい、お待たせしました。おー、伊豆さんお刺身食いなせ。うまそう。どっちがやべえな、やっぱ。よし、よし。
17.5 まあ、その違いがまたね効くんだよね。だからね、足にくるからボディーブローだよ、ね、じゃいただきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。おー生よではではでは大胆さっす。よいしょよいしょよいしょ。ちゃん、いただきます。よいしょよいしょ。ありがとうございます。優しいじゃん。優しいじゃん。あはあはは。今日はね、怖い。少ない。少ない。少ない。あたわす。あたわす。最高のお刺身ありがとうございます。あたわす。うまい。まあ甘めだね。うまうま。うまうまい。ぜひ登録ください。まあこれはね。これは人も刺身も全部あるこれは。これはいっちゃうな。うん。これ効くね。これいっちゃうですねこれ。ちょっと待ってよ。記憶が。溶けないから。飲みます。飲み干すんだよ。すりがないように。はい。あたっす。うん。はい、よ。よいしょ。うわー。すぐなくなっちゃうよ。ね。でもちょっと。おどど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 どちょいちょいちょい。度数ちょっと高めなんで気をつけていきましょう。うん。そのまま。よっす。さあ、たくん、いつもご苦労様です。君もそんなこと思ったでしょ。木本くんの肝臓、お疲れ様です。お疲れ様です。今日肝臓ねぎらうかい。ねぎらう。ありがとうございます。肝臓ねぎらう。いいね、これ決まるね。そうです。よろしくお願いします。次の料理ができるまでこれつまんでてください。みょうがと肝臓のおかかえ。ああ、うまそう。はいな。いただきます。みっちゃん、グラミー賞。グラミー賞。あ、めっちゃうめえこれ。こっからこがれろ。場所がやっぱいいな。足休めに。足休め。一本で食べな。休暇。うん。あともう一本あった方がいいかと。ゆでだこいるんだよな。確かに。あ、なくなっちゃったよ。あ、これ新しいやつですよね。ポカレロ入庫か。もうなくなっちゃう。じゃあここからメインディッシュですね。これがメインディッシュいきますよ。よろしくお願いします。チャンス。いやいいっすね。ラムネ。ラムネ。ラムネだね。ラムネだわ。これなんすか。これね、新生姜。あ、すごっ。ちょっとあのメインに向けて、うん、ご飯をね、ちょっとお腹に入れといた方がいいかなと思って、新生姜の炊き込みご飯を作ろうかなと。わお。メインはすき焼きですね。すき焼きはやっぱごぼう欲しいっしょ。うん、これ今ごぼうの何してんのこれ。これささがき、ささがきをね、ささがきになってるんです。へ、あ、繊維って横に入ってるの。縦の方が強いな、ごぼう。うーん、こうするとあの均等にね、これあの箸で掴みやすいようにちょっと長めに太めに、あー、美味しくやってます。すごいよな、本当に大好き。今日ちょっとあのキャベツにするか白菜にするか迷ったんだけど。キャベツなんて入れるんですか。季節で買えるかな俺は。へえ。キャベツ、キャベツなんだ。キャベツなんかもつ煮とかしか食べたことないかもしれない。新キャベツ、あの新キャベツの時期は新キャベツにした方がやっぱ美味しいよね。へえ。白菜、白菜は単純に水分が出るから。あのね、白菜ってこの芯のところに甘み。旨味を吸い込むんだ。なるほど。
そう、だから鍋にすごい合うんだ。三島の白菜も美味しいんで、そう、ぜひ。これ交互にやるのはやっぱりどういう意味なんですか？葉っぱと芯のところが均等にいくように。なるほど、うん、虫が。いやー、お腹減ってきた。入ったね。いやいや、全然。舞茸ですね。俺ね、すき焼き舞茸が好きなの。椎茸も迷ったんだけど。椎茸もね、本当に美味しいよね。ネギなんだ。ネギ、真ん中にいるの。これね、春菊はね、ちょっといいのがなくて。いいのがないからって諦めないもんね、普通は。わからないから。あの、色と、針。針。へ、元気だよって言ってるやつが、取れたて私って言ってるやつって分かりやすいの。じゃあ乾杯してもらってもいいですかね。お、おぼい、ナイス。ちょっと変化球をつけたくてトマトを用意しました。わお、トマト、ミニトマトじゃないんですね。普通トマトですね。ちょっと待って、あの罰ゲームのデカさでそれ丸飲みするって。プチトマトじゃなかった。切りも切りましょうよ。いや、切るよ、もちろん。切ってもいいんだ。切る切る切る。もうあいつやってんな。ヤマト酔っ払ってんぞ。酔っ払ってんぞ。トマトはどういう切り方がいいんですか？俺はもう持ちやすいように串切りにしようね。わあ、今日は泉さんに買ってきてもらった牛肉ですき焼きをしたいと思うんですが、はい、どこのどういう肉？こちらは静岡県の足高牛のすき焼き用のお肉でございます。そうです、キャタロース。そうですね、キャタロースですね。キャタロース。いい感じのね、刺し具合。油がいい。そう。じゃあ盛り付けお願いします。いいっす。今日はじゃあ豪快にいっちゃいましょう。いった、関東風でいっちゃうか。関東風ですき焼き大好きなんですよね。いや、美味しいよね、すき焼きって。割り下は今日はみっちゃんオリジナルというか。あ、そう、割り下ね、ちょっと選んでほしいものがあって。お、うん、うん、それちょっと後で。調味料をちょっと選んでほしいのがあってね。飲むじゃないんかい。これ今あのどんぐらい盛り付けるんですか？こっちもう全面に行こうか。全面に？全面に蒸し焼き？そうだね、野菜はこう沈んでいくから、うんうんうん、で肉の脂が落ちたところで野菜を食べて、それで肉を食べた方が美味しいんじゃないかなと。いやー、贅沢。うん、みっちゃん好き。どこに？これ何？コクワかな？コクワ引いてる。かっこいい。森ならではゲストが。ゲスト、僕はヤマト君ゲスト来たから、コカレロヤマト君飲んでもらって。おー、ヤマト君行くかな。最後ご褒美だよ、俺。うまそう。いやー、すき焼きだもんな。すき焼きもやっぱりお店で出してたんですか？すき焼きはね、いや、和食時代は出してないね。しゃぶしゃぶ屋にいた時はすき焼きやってたけど。すごい。まあ、お肉の盛り付け方は何か意識してるんですか？高さを出すように、うんうんうん、あと火入れるとくっついちゃうから、うん、それを剥がしやすいようには考えてるけど。へえ、いっちゃんの取り込みになっちゃいますよね、これは。へえ、へえ、じゃあ割り下作っていきましょう。虜になってしまう。今日ちょっとあの割り下をこれから作るんだけど、はい、みんなにどっちがいいか選んでほしくて。どっち？お好み？そう、みりん、みりんをね、ちょっと違うやつを持ってきたのよ。割り下は醤油と酒とみりんを同じ割合で入れて、で、あとは好みで砂糖、甘めが好きな人は甘めで砂糖増やしたり、うんうんうん、その中のみりんをどっちがいいかなと思って、これあの赤酒と普通の赤酒熊本の、まあ、みりんみたいな感じなんだけど、うんうんうん、通常のみりんよりはコクがある感じだよね。みりんなんだ、そんなに赤いのに。そう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 。
どっちの方がいいかなと思って今日持ってきたんだけど。赤です。赤で、はい、みりんは返してください家に、はい、プーン。じゃこれはあのプーンしてください。今から持って帰る形で、はい、今日は赤酒で、赤酒の方がねあのコクが出て美味しいかなと思う、うん、いいな。じゃあ赤酒でいきましょう。お邪魔します、ね、とか言いながら、ね、だってそれをやってほしいから持ってきたんですもんね。あ、そういうことっすね。欲しがりだな。じゃあちょっと一発ヤマトさん、コカレロいいっすか。ヤマトさん飲んでもらっていいっすかね。連帯責任なんで。何の連帯。ご褒美だよ。最初に入れたのはお醤油。そうで、今入れたのは赤酒。赤で、最後に入れるのが酒。清水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 。そういう一口飲んでもいいっすよ、みーちゃん。ね、ひざく。いや、じゃあ僕飲みますよ。じゃあ僕飲みますよ。どうぞどうぞどうぞ。おおおお。まだね、砂糖入れてないんだよね。上からドサッと。砂糖それどうやって入れるんですか、そんないっぱい入ってるのに。上からドサッと。砂糖は溶けるからさ。あ、落ちるから。へえ。すげえ量が。甘みんどう。甘み。こっち一回食べて、みんなで好みで砂糖の量変えようか。うん、へー。さあメインお待たせしました。うわー、うん、やば。火つけていいですか。お願いします。はい。ファー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 。ダーバー。ファーバーバーバー。何？何ですか？ちょっとだ、キー入るまで一回乾杯しときます。それラストラストっぽか。おう、いいのどうも。あだー、あみちゃん、はい、ありがとう。じゃあベベじゃあ、あーいいー、あみちゃんお疲れ様です。へー、楽しいなー。あらだなはい、あ、安心すな。新さだ。みっちゃんと今まで何回やった？歌前ないと5回目か。5回目。5回。5回、うん、5回。今回6？ 6回目ですかね。毎回驚かされるもんね。うん、嬉しいっすわ。初めてやった時はみっちゃんがもともと料理人だったか知らなかったんですよね。そうそう、なんかあのね、軽く言ってたけどね。よいしょ、ごぼうが出る。ごぼうが出るわ。すごくない？何が起きてる？うまそうだな、ほんとに。あれ、トマトは熱々ってこれ、これ。まだまだ熱々じゃないです。よー、ありがとう。うわー、晴れてきたー。ご飯食べたい。じゃあ、山田くん、罰ゲームお願いしまーす。いらっしゃい。熱々トマト。熱々トマト。目つぶってください。いつ来るかわかんないです。これでいい？いや、いつ来るかわかんないっつーだよ。準備してくださいよ。ビール入れない男。もう入れない。うん、おいしい、おいしい、おいしい。じゃあ、はい、皆さん食べましょう。はい、じゃあ見ちゃいきましょう。やっぱ肉じゃないですか。うまっ、ね、うまっ。いい、いい、いい。ごぼう食いたい。うん、いただきます。ごぼういいね。あれ、うまいわ。うめ、うん、あー、うまい。ではでは、じゃあみっちゃん、今日は本当に、そしてこれからもよろしくお願いします。お疲れ様です。ごぼういぐわいやー、すげえなこれ。すき焼きに日本酒だわ。ね、ガッチンガッチンだ。肉入れよう。あ、これ食った？え、食ってない。食べましょう、食べましょう。なんすか、なんすかこれ。いや、うまっ。ちょ、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 置けない置けない、俺今めちゃくちゃ置けないんだけど。うまっ。うめうめ。はい、みっちゃん、あっす、太る。あなたは、うん、はいよ、ちょうだい。これで太る。うん、これは太るわ。うん、うん、こういうバッチが合うんだよね。日本中ない人いますか。はい、せーの。はい、さー。
皆さんとの出会いに本日もありがとうございます、みっちゃん。